これはなんだよ、これ。これがザラトゥストラ。シオン、君の意志の強さ、期待以上だ。巫女として申し分ない。君の力を利用させてもらうよ。お待ちください、シオンはまだ。下がれと言ったろ、ケビン。コスモスは失敗し、テロスも失った。鍵を持つ巫女さえも君の元から去ったのだ。いい加減わきまえたまえ。君は役目を果たすことができなかったんだ。お前がヴィルヘルムか。ヴェクターの CEO がなぜここに。確かにそれは僕を定義する言葉の一つだ。だが、人は言葉により様々な形に変化する。ヴェクターの CEO、 ハイアムスの代表、オルムスの教皇、連邦枢機院議長、そのどれも僕を定義する言葉の一つに過ぎない。そのどれもが僕を定義し、だがそのどれもが僕ではない。僕を定義できるのは今のところ君だけだよ、イエオーシュア。さてシオン、君の持つ鍵でこのザラトゥストラを起動してもらいたいのだが。私にそのつもりはないわ。だろうね。君は彼との時間を取り戻すよりも愚かにも自らの死を選択した。限りある命の尊さ、滅びの美学、そんなナルシズムに陶酔している。実に人間らしい選択だ。だが残念なことに、僕にとって君の命などこの際どうでもいいのだ。必要なのは巫女としての能力と鍵、そしてマリアだ。困惑しているかな。このザラトゥストラはね、太古の人間が神の世界へと昇るために作り出したシステムの一つなんだ。その担い手はマリア、そしてその力の源は君だったね、イエオーシュア。だけどそれは思うようにはならなかった。神は人の行為を許そうとはしなかったんだ。だから僕はこれにある役割を与えることにした。宇宙を崩壊から防ぐ目的で。そう、イエオーシュは君がもたらす崩壊からね。ケオス君、あなたは。この宇宙を構成するすべては集合的無意識でつながっている。その集合的無意識に働きかけ、すべてを虚時間の流れへと送り込み、すべてをゼロからやり直す。僕が与えた永遠の錬金、ザラトゥストラの配役さ。ウドゥーは神そのものだ。そのウドゥーの海領域の観測端末として存在する二人のアベル。
僕たちの世界の存続のため、そんなものは封じ込めなければならない。神の目を封じ込め、この世界への干渉をなくし、サラトゥストラによる意識の回帰をなす。それこそが僕が存在する理由。シオン、巫女の君が鍵を使うことにより、マリアは宇宙全体の意識をこのサラトゥストラへと導くことができるのさ。無駄よ、私はこんなシステムを動かすつもりはないわ。大地、人がそんなことを望むわけはない。みんな今を生きるために戦っているのよ。そうかな。すでに数多くの意識が自ら望んでここに集まりつつある。そのすべてが今の世界を拒絶し、ありし日の姿を切望しているんだよ。そんな、すべての人が世界を拒絶しているなんて、そんなことありえるわけが。グノーシスか。そう、グノーシスとは他者、世界を拒絶した人の形。彼らが求めるものは救いだ。このまま孤独に支配され消え去るくらいなら、すべてを原点へ。彼らの求めるものを僕は与えよう。マリアと共に永劫回帰を。納得してもらえたかな。ふざけないで。いやよ、私はあなたの思い通りになんかならないわ。そう、残念だよ。僕はケビンほど優しくはないから。